皆さんこんにちは。伊豆の美術館学芸員の高田です。両親の人生をこうずっと辿っていた時に、もちろん画家としての凄さっていうのあるんですけれども、ちょっとそれを超えた凄さっていうのをね、感じるんですよ。それ何かっていうと、両親のプロデューサーとしての凄さなんです。ということで今日はこちら、じゃん、川端龍子のここがすごい5選プロデューサー編です。まず1、マスコミの力を最大限にとあります。龍子のその画業としてのまあその流れを見ていた時に、マスコミっていうのは実は切っても切り離せない縁があるんですね。例えばですよ、龍子が青龍社をこれから立ち上げますって言った時、それがね、昭和4年の、6月の28日、はっきりしてるんですけれども、これなんではっきりしてるかっていうと、龍子があらゆるマスコミ、その美術の記者たちにですね、手紙を書くんですよ。この6月28日に自分の家、大森の、ご行僧と言いますけれども、そこに来てください。記者会見やりますって言うんですね。今日は今で言うプレスリリースっていうやつですよ。それを一斉通達するんです。で、マスコミの人たち集まります。そこで言ったのが、新しい美術団体、在野の美術団体、青龍社を僕が立ち上げますっていうんですね。もう世の中ものすごくびっくりしてニュースになるわけです。で、2、話題作り欠かさなかったんです。昭和4年の6月に、青龍社立ち上げますよって宣言をして、そのわずか3ヶ月後9月に今度は青龍展っていう今度発表の場を設けますっていうことで、これがもう一つすごく話題性が高かったんです。なぜか上野の東京府美術館で青龍展第1回展は開かれました。その9月だったんですけれども、それはですね、龍子の古巣である日本美術院の展覧会発表の時期と場、まるっきり一緒だったんです。日本美術院も東京府美術館で9月に毎年展覧会を行ってたんですよ。そこにわざと当てていくあたり。もうやっぱり世の中は、マスコミはそれ食いつくに決まってるんですね。新しく龍子が何始めるんだろうって言ったところで、古巣の団体がやってるところに殴り込みに行くんだみたいな、そりゃみんな注目しますよっていう、そこを作っていく、まあ、だから龍子はちょっとこう反逆みたいなイメージがついちゃったんですけれども、そのあたりがね、やっぱり龍子の話題性を作るっていううまさでもあるんですよね。そしてこちら、場を作るのもお手の物とあります。龍子はその会場選びっていうところもですね、会場を抑えるのも龍子が全部実はやってたんですよ。で、さらにはですね、図面を描いたりですとか、その会場の中で作品名が誰々が描いたっていうキャプションって言われてるもの、それを作るのも全部自分でやってます。プロデューサーというか、もう何にもかにも自分でやりたいってことなんですよね。で、さらにはですね、これわかりますか？会場の外に、こう、アーチを作ってですね、青龍社展覧会っていう、こんなものも造作として作ってるんですよ。これなんでやったかっていうのを龍子実はちょっとした言葉残してまして、かいつまんで言うと、要は世の中に対して、青龍展やってるよっていうアピールしたかったっていう話をしてるんですよ。で、この考え方ってもう正直今の美術館の考え方ですよね。外に向けて何々展やってますよ、龍子展やってますよっていうための看板作るっていう考え方を、美術家は誰もそんなこと考えてなかった時代にいきなりやっちゃう。もうそれが龍子なんですね。もうプロデューサーというか、その見せ方っていうこともものすごく考えて新しいことやっちゃう。これが龍子なんですね。で、
その場を作るっていうところでは、さらにですね、青龍社の創立5周年にあたってはですね、春の青龍展、日本橋の三越でその展覧会をやろうっていうふうに決めるんですね。これなぜかっていうと、上野だけじゃなくて、その東京の真ん中、要は日本のど真ん中で展覧会やりたいんだと、人が集まってるところに、で展覧会をこちらが移動してきてやるべきだろうっていう考え方を打ち出しちゃうんですよ。で、それを当時の三越の社長であった北田蔵治に嘆願をしまして、その思いが通っちゃうんですね。それ以降、日本橋の三越で春の青龍展っていうのは毎年行われていくことになります。そしてですね、こちら。表現は言葉でもとあります。龍子にとって、その、自分自身の、例えば、会場芸術っていう考え方、それをアピールするためには、もう言葉っていうのが、もう必要不可欠だったっていうふうに彼は考えてたんですね。で、そのためにやったことっていうのは、その、青龍展っていうものを開く中で、リーフレット、パンフレットのようなものを必ず毎回目録ですとかを出すんですけれども、その中で自分自身の考え方であったり、美術に対する理念っていうのを言葉をとにかく尽くして文章を書くんですよ。そういうことをやっていく。それを世間に見てもらおうっていうふうに、戦略を練っていくんですね。何をやったかっていうと、ある展覧会からですね、自分たちは、その入館料を無料にしますっていうふうに宣言するんですよ。それ自体がちょっとニュースになるんですけれども、無料にする代わりに、その自分たちが出してるリーフレットっていうのは、その1回の入場者につき必ず1冊購入することにしましょうっていう、まあいろいろなからくりがあって面白いんですけれども、自分の考えも持ってしての絵画であるっていうことを、こう、表現とセットにしていくんですね。で、それをやっていくことで、青龍社ってどんな団体なんだろう、その会場芸術っていうのはどういう考え方で、打ち出したんだろうっていうことが言葉でも説明されていく、さらに作品としても説明されていくっていうことをね、巧妙にやっていくんですね。そのあたりがもうちょっとやっぱり龍子はすごいなと思うんですけれども、そして丸五、自分自身をプロデュースとあります。そう、龍子はですね、青龍社だけではなくて、自分をプロデュースすることにも、ものすごく長けていた。で、その一つとして言えるのが、個展を開いたっていうことなんですよ。で、龍子が、毎年こう個展を開いていくんですけれども、5年、10年経ったあたりで、ある批評家が言うんですね。個展っていうシステム自体が、今は普通になってるけれども、実はやり始めたの龍子だよね、と。そう。龍子がやり始めたんですよ。日本画家として個展を毎年あるところでやる、ちゃんとやっていくっていうことを、実は編み出したの龍子なんです。そういうことをちょっと軽々とやってしまうあたりが、彼の発想力の柔軟さであったり、その実行力っていうところの凄さっていうふうに思うんですけれども、あともう一つですね、龍子うまいのは、数字をうまく使うところなんですよ。例えば、自分の年齢ですね、何歳になった時にこういう大きなことをやりますっていうようなことを事前にやはりマスコミにプレスリリースで発表しておいて、それを必ず実現していくっていうことをやっていく。そのあたりですね、やっぱりこうマスコミとの絡みっていうこともうまく考えながら、世間も盛り上がっていくだろうってことをすごく上手に考えている。その最たるものが、もう本当に最晩年、作品たちのために作り上げた龍子記念館、これ77歳の自分の喜寿に建築を完成させるんですね。これものすごくやっぱり話題になるじゃないですか。で、みんなおめでとうってなりますよね。そのあたりのプロデュースの
高さというんですかね、その能力、戦略性っていうのが粒子の凄さ、示してるんじゃないかなと思います。ということでこちらです。1、マスコミの力を最大限に粒子活かしていきました。そして、そのためには話題作りはもう欠かさなかった。さらにはですね、その作品を発表するための場を作るっていうことももう先進していった。で、表現は絵画、だけではなくって、言葉でもやっていった。さらには自分自身もプロデュースをすることに長けていたんですね。で、この午後をたどっていった時に粒子がやってきたことっていうのは本当にこう現代の美術をプロデュースしていくっていうこと自体にもつながるんではないかと。で、こちらですね、時代のスタンダードを作った粒子は先駆者なんだと。そう、プロデューサーっていう側面だけではなくて、その一個一個やっていったことが全てにおいて粒子ってもう先駆けなんですね。マスコミうまく取り入れたりですとか、言葉を尽くして、まあ、図録のようなものを作って、自分の表現っていうのをこういうものなんだって説明していったり、個展をやったりですとか、そのあたりは今となっては普通のことを、まあ粒子が開拓していった、そのあたりの凄さですね。粒子のプロデューサーとして、そしてもう人間力っていうところもちょっと感じてしまうところなんじゃないかなと思います。以上ですね、川端粒子のここがすごい5選、プロデューサー編でした。では次回をまたお楽しみに。